おめでとうございます。ええー、すごい、今日、今日何日だっけ。今日何日、今日は二十五。二十五日だよね。多分。お誕生日おめでとうございます。おめでとう。こんばんは。 25あ正解こんばんは <laughs> おめでとうございますこんばんはこんじくわねえねえ今ねなんかさいつもよりさなんか違,違うのあっやっちゃったやっちゃったんだけど どっちがやすいこれとこれこれをね今どっちが見やすいか聞きたくてなんかいつも暗いかな暗いかなって思ってて電気がどっちが見やすいのかなこっちと わかる、これちょっと黄色く見えるんだけどでもこっちの方が明るくは見えるのかなと思って白い方がいい黄色いわかる思っためちゃくちゃ黄色いそう光がね光自体がちょっと黄色くてライト当たった感じもいいけどなしのあえあれ白くなった待って。 白も白もあったで、これだどうなんか3色くらいあるみたい白肌色黄色 <laughs> すごくないひなのさ肌の色がさ 変わってるみたいじゃないえ、わかるのかなこれ画面上で見えるのかなわかるわかるよわかる変わるねめっちゃさ肌が黒い人みたいなのと白いの 肌色黄色白いの肌色黄色じゃあ白いのえ白いのとないのどっちがいいかなどっちがいいですかこれとこれこっちとこっち白くて明るいのがいいこれ これねえ、こっちで合ってんのかな、こっち。白、明るい方がいい、じゃあこっちにします。はい。オッケー、ありがとう。<laughs> ね、はい、今日はじゃあ、ちょっと。電気、白いのあったの、初めて知った、よかった。 サイドポニーかわいいありがとう今日はサイドポニーですであとお前髪切りましたほんのちょっとだけほんのちょっとだけ <laughs> ハートありがとうございます やっぱり切ったのねそう切りました自分で切った自分で切ったよ切ったさっき切ったハートありがとうございます分かってましたありがとうございます嬉しいこんばんはピナピナー可愛く切れた 早く切れたかは分かはらないけどでも意外とちゃんと納得する感じになりましたいや紗来ちゃんがヤヒのモノマネすると怒られるって言ってたそうそれ見てたんだけど今日今日ショールームの配信でレ、ね、があったんだけどそうサラの配信でリクエストでモノマネをやってたんですよでメンバーのモノあ そうメンバーのモノマネをしててでなんかサラ,サラヒナヤヒのモノマネするとヤヒに怒られるって言ってたんだけどそれはそれは理由がありまして普通にモノマネするんだったらいいんだけどなんかヒナの入った当時の今のモノマネだったら全然いいんだけど入った当時の声のモノマネなんていうの わかかるかな入った当時って入った当時のさなんかわかるなんかなんか「室屋児」みたいななんか絶対こんな声してないのに「室屋ジ犬だみたいな感じでモノマネしてくるんですよなんこんな声入った当時出してたかなお披露目の時とかさ多分お披露目の時のお話をしてるんですよサラはあみんなサラ以外もみんな。 ヤヒのモノマネってなるとこのなんか「もろやし犬」ってみたいなこんななんか生意気そうにさひなさん自己紹介してたかな <laughs> そうだからいつも怒るんですこんなにこんなに低い声でなんかそうこんな声でひなさ自己紹介し,てしたつもりないんだけどでもみんながそうや,そうやってなんか。 ららしになっったて言うからそれがねそれがちょっと別に嫌じゃないけどね嫌じゃないけどそんな声出してましたかって <laughs> ショールームは結構声低かったわかるでも本当になんか入った時は声低かったと思う多分なんかやっぱりなんだろう 何でだろうどっちが地声なのか分かんないけどでもなんかやっぱり聞き取りづらい聞き取りづらい低さだったと思う入った当時は。<laughs> テンションが違うそう多分人見知りでもう静かだったからもらう。 そんなにでもなんかそんな声逆に出したかなって思って緊張してたのかなねそうだよもうでもやりすぎなんですよそうみんなやりすぎなみにその時の声を真似するからしゃべるの慣れてなかっ慣れてなかっ、うんそうだね多分すごく緊張 して。ハートありがとうございます。前半戦のリレーの絵は分かった。うん、なんかね、微妙。 最初の方は結構分かってたんだけど途中から何が何だか分かんなくなっちゃった今日も可愛いわよええ待ってええ？魔法少女サイトの管理人さん管理人さんのアイコンなんだけどびっくりえー、っこわ <laughs> 今日も可愛いわよって書いてある <笑><笑>えめっちゃすごいショールームのアイコンってどうなんか変えたことないからなんかガチャとか引くよねガチャ引くよねガチャみたいなの引いてさアイコンアイコンゲットするほかにあんのかね ね、すごい。はるるの絵よくわかんない。ひなもわかんなかった <laughs>。わかんなかった。誰もありがとうございます。夢に出てきそう。ね。本当に怖い魔法書。不幸だね。不幸だね。<laughs> 思い出すよね。わかる。こんなアイコンあるんや。見つけた。<laughs> でもなんか意外と好き一周回って好きになりました管理人さんかわいいなんかかわいいねこうやって見るとめちゃくちゃかわいいかもこういうでもこういう感じの絵の描き方好きですなんか個性的っていうか好き そのうちやひるむみんな管理人アイコンになるかもえめっちゃいい面白そうこう流れてくるのがみんな管理人さんの顔だったらえー、あるのかなひなもや管理人さんのアイコンにしようかな <laughs> めっちゃ可愛いんだけど超可愛い緑の服珍しい気がする。 今日緑の服です。どうですか。<laughs> みんな管理人さんのアイコンにしよう <laughs>。今ちょっと、え、でも。探したら、あんのかな。よく見つけたね。すごい。ハートありがとうございます。今来た、遅れて、ごめんね。ありがとう、見に来てくれて。初めて来た人ビビるわ確かに、みんな。こう、コメントしてく,くださる人、みんなのアイコンが。それになってたら、めちゃくちゃ怖いかも。 可愛い,い、ありがとう。<laughs> 今日ね、可愛いよ、ありがとうございます。嬉しい。そう、あ、そう、それで今日の、ちょっと今日の本題は。この間。この間。結構前。二週間くらい前かな。一週間、二週、二週間くらい前に。<laughs> 前にショールームでいちごすよ。そしてまあ失敗したんですね前回失敗してなんかドロドロの飴になっちゃってなっちゃいましてなんかもう全然パリパリっていう音をお届けできなかったんですだから今日はリベンジとして作ったんですどうなったと思いますか <laughs> どうなったと思いますか今回のフルーツ飴ニヤニヤしちゃう <laughs> どうかなどうかな 待って見せられないな滑っちゃいそうあ待って滑るわ滑るからこんな感じです滑っちゃうこんな感じ今回はあの絶対に失敗したくなくて串に刺さずに爪楊枝で一個一個やりました串に刺すとその鍋に入れてスプーンで全体的につけないと っていう時間があるので今回は一つずつやってもパッと入れてパッてできるようにやりましたそしたらなんと成功しました多分ねさっきまではパリパリしてたでもちょっと今多分水分ちょっと部屋があったかくてパリパリ落としないかもしれないえ、わかんないだからちょっと今ねでも触ってみたらちょっと溶けてるの大丈夫かな さっきはねさっき食べたときめちゃくちゃパリパリしてとっても美味しかったですいやでもなんかちょっと溶けてる気がするんだよねこの音をお届けできそうかわかんないごめんね聞こえなかったら申し訳ないこんな感じちょっと待ってめっちゃいただきまーすあこすごい うんふん聞こえるよかった聞こえたでもね多分早く食べないと溶けちゃうから怖いどうどうどう 昨日の夜また復習していろんな動画見て失敗しない方法とか調べてとにかく水分はめちゃくちゃ拭き取る拭き取ってでヘタはヘタは何包丁とかで切るんじゃなくて指で切る水分が出ないように。 聞こえてる本当によかった成功してリベンジできましたいい音おいしそうよかった本当によかった本当に良かったマスカットめっちゃ聞こえる おいしすぎる銀杏、なんまたまた銀前回もぎんって言っとってたのこっちもある紫バージョンめっちゃきれいじゃないこれちょっと結構キラキラツルツル。 聞こえてるよありがとう美味しすぎる本当に美味しい え本当に成功じゃないこれ確実に確実に成功したよねでもやっぱりちょっとやりすぎなんていうの白くなっちゃう最後の方は最初は結構透明なんだけど多分やってるうちに混ざなに泡で白くなっちゃうっていうのかなやりすぎっていうかでもね難しい綺麗につるってするの難しいさっきの結構 さっきのぶどう結構綺麗にツ,ルツルあでもこれとかツルツルなんだけどちょっとあんまりツルツルじゃないのもある。 よかったいやこの音をねお届けすることができてとっても良かったですリベンジできてよかったこれもまた失敗したらさ悲しすぎるいや本当に美味しすぎるえー美味しいでもさこれさ砂糖何グラム使ってると思いますか 言いたくない言いたくないくらい本当に砂糖の量が多いんですよヤヒの魔法少女サイトのおしめは誰私はニジミンちゃんニジミンちゃんツインテールで水色の髪のアイドルの子めっちゃ可愛いいリベンジ成功 ににじじじみみんんんんちゃゃだよその真ん中もうさ耐えられなないい優優越越感感何感なんとか感なんとか感がすごい優越違うななんだっけ あの罪悪感罪悪感がひどすぎるでもでも罪悪感がすごくあもうなんかもう美味しいけど 200g をあ可かわいいにじみんちゃんだバター変えてきた超かわいいえ可かわいすぎるんだけどえっか,かわいい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 やばば すごいかわよえにじみんちゃん 200g ム自分のお腹の中に入れるって考えてみるととん,ななとんでもないくないですかとんでもないだって 200g もうなんか超多かったです。 こんなにいいっぱいの砂糖を入れて水ちょっと入れてなんかとんでもない量ですとにかくでも美味しく食べればゼロカロリーなので食べますめっちゃおいしい ジミちゃんがまた増えたなんだそのとんでもりのでも本当に美味しく食べれば大丈夫なんです美味しいって思われることが体にいい物質なんです美味しいっていう気持ちは人間にとって大事だと思うんです必要な必要な 存在なんです。美味しいは。どんな高いカロリーにも変えられない。美味しいという気持ち。<laughs> 着替えました。またにじみんちゃんが増えた超可愛い。可愛すぎる。美味しいです。<laughs> 美味しいんです。 出す出すって言っちゃった美味しいんです美味しいんですマシュマロあるけど二つしかないの本当は五つくらい用意してたんだけどマシュマロってさ温かいの溶けちゃうじゃんだから溶けちゃってギリギリ二つまでしかできなかったお菓子好きなんですか大好きですお菓子好き おいしいです、おいしいです <laughs> いい音してるよ、ありがとう <laughs> 最近アヒコリロンが次々生まれるなそうなんか、なんか言ったっけなんか、あったっけ でも見た目がねちょっと泡泡泡があってあんまりツルツルしてないのがちょっとでも美味しいですジュギングしてきて出遅れたお疲れ様ありがとうございます美味しそうだね美味しそうだね帰り人さん パンダ焼きって美味しいの美味しいパンダ焼きとっても美味しいですパンダ焼きはね、なんか不意に食べたくなるなんか一回食べたらなんか日本、なん、なんて言えばいいんだい、一定期ずつに食べたくなるなん、なんな一定期ごとに食べたくなるあの違うなになに うんとあのこう例えばあ定期的に食べたくなる周期的どっちだろう定期的に食べたくなる感じもうなんか1回でまんい1個食べると満足するんですよ結構なんかもちもちしててお腹に1個で結構いい感じに。 溜まってそう1回でめっちゃもう満足美味しいってな,なるんだけど一定期ごとに美味しいあ間違えた一定期ごとにあ食,べ食べたい今食べたいってなるうん本当に美味しいですこれは食べてほしい。 もち,もちうんおいしいまた食べたいの食べに食べねいつかあのあれまたあの外出ができるようになったら何収まったらぜひまたえひこ来てくださいひなもねちょっと食べたい食べたいこれめっちゃ綺麗じゃね鏡もう部屋の中見えちゃうくらいキラキラ カニ味が好き。ひなはね、やっぱカスタードが一番好きかな。ブドウ飴、ブドウ飴です。<laughs> また代わりに、うん本当に面白い。みんなカニリンさんカニジミンになっていく。誰もありがとうございます。めっちゃ可愛い。ひなも、えそれ普通に普通にできるのかな。ひなもやろうやりたい。 迷うな管理人さんかにじみんさんかかわいい超かわいい,いやでも管理人さんもなんかいいななんかいい感じに怖くて可愛くてフフ <laughs> <laughs> すごいニジミン3連覇にじみんが並んでる可 <laughs> 愛 <laughs> かわいい超かわいいかわいすぎるかわいいほんとおいしい止まらないもうずっと食べてたい 誰もありがとうございますめっちゃいい音するね本当いい音いや本当成功だわ飴は何味なの飴は砂糖味です いやでもこれ全部食べたら本当に自分のおなかの中に 200g の砂糖を入れるってことになってしまいますよね <laughs> 罪悪感がとてつもない <laughs> <laughs> あ,あまた管理人さんが増えた <laughs> 本当に面白い。 焼きき好ですか大大好好きききポップ焼き好きです私なんかこの間ミュウミュウがショールームでポップ焼き作ってたじゃないですか家で家で作れるんだと思ってのポップ焼き本当に大好きなんですよだから作れるなら作ってみたいなってあとなんかスーパーとかに売ってるポップ焼きじゃないけど黒糖蒸しパンみたいなやつがあるんですよあれポップ焼きに味が似てて あれをね、よくスーパーで買って食べますもうポッポ焼き大好き <coughs> 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 ポッポ焼き美味しいよねあなんだっけ名前が思い出せない主人公 魔法少女サイトの主人公の方のアイコンアイコンだ名前が分かんな、ね、い名前分かんなんかさひなさアニメとか見てもさなんか出てくる方のさ名前があんまり覚えられなくてさなんか結構さみんなアニメの名前名前分かってるけど全然わからないだなんだっけ誰一人覚えられない 誰一人でもないけどほんとに覚えられない <laughs> あやあやだっけえなんかピンとこないんだけどやばいよね主人公なのにピンとこないっておかしくないそうだったっけあやん <laughs> ピンとこないなやばいなほんとに覚えてないのやばい あう <laughs> <れ>んうんうんあさギリさんか。 こんばんばはもうなんか管理人さんがめちゃくちゃ多くてマジで面白い本当に面白い <laughs> みんなみんな管理人さんになってきた <laughs> こ,こわ怖っすごいことになってる <laughs>。 かりにんさん4連覇だった今コメント欄がフフ <laughs> 怖っ <laughs> このままじゃテンペスト起こるわってにじみんちゃんが言ってる <laughs> もうかわいいほんとにすごい すごいことになってきたコメントな。さっきから気になってんだけどなんで連覇なのえ連覇って何なんだっけ連覇って3連覇ってどういう意味コメントにその管理人さんが連続であったのは3連覇って言わないっけ3連続3連続 三連番あ、そう、三連発三連三連発って何 <laughs> <laughs> ハート、ありがとうございます三連ちゃん、三連ちゃん、三連ちゃんか あっ3連覇って3回優勝することかあ3回連続優勝することを3連覇っていうのか全然違う意味だな3連番か3連番3連番3連覇あ連覇って勝利したとか勝利じゃないな3連番3連番3連番ハートありがとうございます 本当ありがとうございます。<laughs> うまギフトありがとう。本当ありがとう。本当ありがとう。いや、待って本当に管理人さんだらけ。すごい！超可愛い！ひなのコメント欄めっちゃ自慢したい。ひなのコメント欄見に来てさ何これ？って思うよね？絶対。 何ボ,ボリボリしてるのはあのですね。フルーツ飴を食べています。この間失敗したので今今回リベンジということでフルーツ飴を作りました。知らない人が見たらビビるよねね。ビビるよなんかすごい。 明日ののリレー配信もこの状況かなかなそれだったら面白いなそしたらさリレー配信ならメンバーも見に来てくれるかもしれないからびっくりするかも <laughs> このルームいるの怖いな かわいい,じゃんかわいいかわいいかわいいうわーすごいほんとに面白いほんとに面白すぎる三連ちゃん三連番三連番三 <laughs> 連番 可愛く見えてきたわねなんか支配人さんさ,さ最初めっちゃ可愛かったけどさめっちゃ可愛く見えてきたかわいい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 あまた新しいのが新たに加わったお兄ちゃん主人公のお兄ちゃんやめてくれ主人公のお兄ちゃん超怖かったんですけど。 <laughs> 面白すぎ面白すぎる <laughs> 本当に面白いん <laughs> <laughs> はじめましてはじめましてありがとうございます。本当に面白い本当に壺に入る寸前でした今。 モロハシさんのルームでいいですか。そうです。私のルームです。ここ。<laughs> あ、主人公の隣の人、つゆゆ？つゆゆだっけ。もう本当にピンとこないひな。本当にやばいよね。なんかアニメ見てるその名前が覚えられないって。あ、つゆゆ、つゆゆ。名前なんだっけつ、つゆ、つゆ、つゆは違うな。 すごいもう <laughs> 今聞いたから話についていけないあのねこの間ひなが「あの魔法少女サイト」っていうあ梅雨の」か「なんとか梅雨のだ」だ魔法少女サイトっていうおすすめのアニメが,おがあるんですけどそのアニメのキャラクターのアイコンがこのショールームにあったらしくてなんか今増えています。そのアニメ,のアニメに出てきた キャラクターをアイコンにしてくださってる方がすごい本当にすごいことになってきた管理人10連番目指すわよ <laughs> めっちゃ管理人さん多くなってきたこのなんかちょっと怖い怖い顔して二つ曲げしてる三つ編みだったかなしてる子が管理人さんっていうキャラクターなんですけど そうそう。説明ありがとうやっと理解したごめんなさいわかりずる。アニメ見たことないのにアイコンにしてくださってるありがとう。嬉しいえー、なんかすごいことになってる。ハートありがとうございます。<laughs> 指もえー、指もちゃんと鉄砲になって本当だよく見たら鉄砲っぽくなってるまだ見てないんだけどね面白いから見てほしいもうここまで来たらもう見てほしいです みなちゃんこんばんピノチョコこんばんはこんばんはまた来ますねありがとうございます四話まで見ました嬉しいありがとうございます見てくれてなんか嬉しいみんなこうやっておすすめしたら見てくださるの嬉しい今日のリレー配信ずっと見てたずっとではないけど。 まあたまうん、ずっとほずっとは見れなかったんだけど一番目作ったりしてたからずっとではないけどまあまあ見てました変体をあまたまた増えた嬉しい僕だけがいない街さっき見まめたおおおうれしい初見ですありがとうございます 夢じゃない、配信見ましたが。夢たんのはね、見れ、見れなかったな、なんか。どうだったですか。夢たんの見れなかった。うん、すごい、本当に管理人さんが。ぴ <coughs> ーちゃん、来てよ、こんばんは。こんばんは。 エシリトリをお楽しみにあエシリトリエシリトリエシリトリあのグループで写真送られてきて見たんですけどもう全部難しくて全然わからなかったです。 シャドウっっててどこの使ってますか今日は今日はキャンメイクの19番かないつもはクリオいつもいつもというか2つ使いしてますキャンメイクとクリオ <laughs> サラは簡単だったねサラは簡単だったみんなも分かった ね、難しかったしりとり <laughs> ウィングかわいい <laughs> もうウィンク本当にできないのがとっても悔しいアイドルとしてウィンクは絶対にできるようになりたいもうだってさカメラに向かってさ自分の歌割りの音かでさウィンクできたら超絶かっこよくない <laughs> <laughs> 両目をつぶってから片方開けるとできるらしいよ <laughs> 全然できないじゃないですか待って変顔になっちゃうハートありがとうございます <laughs> かえりちゃんうまいわかるかえりちゃんうまい本当にうまい かわい,いありがとうウインクとかいいなうらましいウインク <laughs> ウインクやっぱいいよね どっちの方がさ得意なのかだろうどっちが得意かさ分かればさこっち極めればいいとかこっち極めればいいとか分かるじゃんどっち極めればいいんだろうどっちの方ができるのかな <laughs> あこっちの方が得意かも。 こっちだなこっちおおなんか意外とさ意外とさ行けてない遠目から見たら無理だ無理だ無理だこっちよりこっちの方がやりやすいかもこっちああ無理無理待ってどう <laughs> 目にゴミ入ってないんです。私はウィンクをやりたいんです。ハートありがとうございます。ぎこちない。<laughs> コンタクトずれてない。ウィンクしたいの。 ウウンンンクウインクコンタクコタト乾いいいててななやってない今コンタクトつけてない <laughs> 口開いちゃう口開いちゃう曲中にやるのは間に合わなそう確かに絶対間に合わないなんか気持ちが必要気持ち何一回落ち着いて落ち着いてよしウインクやるぞって準備して目開けてでやんないと。 ダメだ3秒は必要だ無理だねカメラカメラなんてほんの一瞬だからさダメだね時間ないね <laughs> 左目の筋肉つってないつってないよウィンクしたいのうん <laughs> ウィンクしたいありがとうかわいいありがとう3秒はかかりすぎるそれな

もう少しできそうなんだけどな。わかる。なんかこっちよりは、こっちの方が、うん、多分こっちの方が <laughs>、口開いちゃう、口。ほんとダメだ。<laughs> なんか、いびついご、居心地ないよね。いびつだよね。口を <laughs>。 練習すればいけるえでもなんかさ意外とさ意外とこっちの目つられてないよねちょっと <laughs> <laughs> でもなんか前よりはできるようになったかも。 前よりはできるようになった気がします。マシュマロちょっと。 しいめちゃくちゃおいしい、うん、かまぼこですかマシュマロです。 マシュマロめっちゃ美味しいでも甘い甘々しいの苦手な方は無理かも甘いの本当にもう全然甘いのいけるっていう方は多分普通にめちゃくちゃ好きだと思います カリッフワって感じそうそんな感じカリッフワ甘甘アメも甘いしましろもまろも甘いって感じ焼きまじまら食べたことある なんか焼きムシュマロ大好きなんかムシュマロをそのまま食べるより焼いた方が好きですなんか溶けてる方が好きバンダ焼きもあめにできる。 うんできると思います入れたなんか TikTok でいろんなものにを飴にしてる方がいるんですよん。いろんな食べ物をフルーツ飴にしてるっていうのいろんな食べ物をな,なんかわかんないないろんな食べ物をフルーツ飴にしてる方がいるんですけどそれで結構いろんなものを飴にしててあ何でもできると思いますだから。 そうたるまありがとうございますうん <laughs> でも全然何でもフルーツあめに。 もう結構もう結構食べ結構食べましたいややばいよねこれ全部食べたら本当に本当にデブの極みですよねデブの源デブのデブへ真っ逆さまですよねでもあとあんなにたくさんあったのにあといちご飴三3個とマスカット2個とマシュマロ1個あと,あと6個 てか壇上本当だ。壇上がすごいことになってる。壇上壇上に管理人さんがたくさんいる。 200グラムを体に摂取入れ体に入りま,ますねはいめっちゃ泡で白くなってるなんかもう結構ねいちごの水分が出てきて うもありがとうございますいやでも今日夜ご飯食べてないので夜ご飯をこれを食べるから夜ご飯を食べなかったのでって言っても全んもうほぼもう本当にそんなこと言っても全然砂糖 200g はやばいよね本当に体に。 でねー、ーいありがとうございます。S M R ね、S M R に、そうこのパリパリ感を伝えたかったんです私は。 いやもうこのルームすごいことになってきて本当に管理人さんがたくさんいるあだだだだだ管理人さんが筋トレ頑張ろうそうだね筋トレ頑張ろう <coughs> ゆなこに連絡したどういうことゆなこえなんかあったんですかゆなこどういうことゆなこに連絡したゆなこなんかあったえどういうことどういうことゆなこゆなこ何があったゆなこなんかあったのか あ、ラインしてるかどうかってことあ、そういうことゆな子とは最近ラインしたのはなんだったっけな最近ラインしたのはでもどうもりの話かな。最近アイラブ津島生きてるってラインが来て話したかな <laughs>。 アイラブツシマ。ユナコと帰りどっち推しですか？ユナコと帰りどっちも好きです。どっちも好きです。推しはおしはもうなんかもうなんていうのなんか推しとメンバーも全員好きなので、でも一応おしはユナコって言い続けます一生。だからもうそういう そういうのはないです。対馬一押し。ってことです。私は。でもみんな同じ量、同じ。気持ちの強さで、みんなが好きです。なんていうの。誰が一番、誰が二番、誰が三番、誰が四番、誰が五番って。一人一人。高さが違うとか、そういうのはないです。みんな同じ量を大好き、愛してる。です。 でででも五島でいるんでしょそれは言葉のあやです。言葉のあやってどういう意味なんていうの言葉のあやじゃない。なんていうのそれは違うんです。あのまあ私にや私にあの優しいことをしてくれたしてくれてキュンときたらそのその場のノリで 君直しって言っちゃうだけでそうです <laughs> はいだから違うんです例えば例えばというかひながあのちょっと楽屋で泣いてた時があったんですよ一人で一人で泣いてた時に古澤愛菜ちゃんが何も言わずにポンって私にティッシュをくれたんですよはい そう,違うんですそういうそういうその優しさその優しさで君さん推しってななるんんですななんていうのなんかもう好きっていう気持ちが強くなってその場の気持ちで「君は君は」っていう話です。 しかも「大丈夫?」とか「えー、どうしたの?」とか何も言わずに無言でポンって私の前にティッシュを持ってきたんですよそこがまたイケメンかっこよくてもう君「君君にさしい」って思わず口に出しちゃいましたねかっこいいよねかっこいいよねもううわマナ、ま、すマナ、まま、かっけえと思ったもん 一ててそれは本当にまあ本当に入る前から好きだったので入る前から推しメンしてユナコを見ていたのでそれにあれはないんですけどそのまあ3押しぐらいからはなんかなんて言うの優,しあの優しいことをしてくれた順っていうの何て言うの何て言うの何て言うのみんなみんな好きだから。 その番号はなんかもう適当っていうか違うの違うのみんな好きなんですとにかくはいハートありがとうございます稲子ちゃんもかなりえひこんちゃんのこと好きみたいだよ本当ですかそれ本当ですかそれは本当ですかとっても嬉しいんですけどそうだからそうひなのことを褒めてくれたりとかしたら君格しとか 決まっちゃうそのその時キュンってきたら押しにしてしまうっていうキなんだうんでもみんなもうみんなみんな同じ量を好きなのでもうなんか適当に適当にじゃないのなんかもうその場の乗り、まあ、というか笑,<笑>ありがとうございます」うん、うん そうそうそうういうことです分からんけど分かった <laughs> うん <laughs> 適当にだめ適当じゃないよみんな好きだから別にみんな好きだからみんなに好きって言っていいじゃん <laughs> いいんですだから私は。 例えば例えばだけど一押しをあキュンってきたからもう一押し君にするっていうのだったらなんだってなるけどそういうことじゃないですか私は対馬を対馬という存在をがずっと私の中で。 押しなのでそれが変わってないっていうことはえらいじゃないな素晴らしいことなんです <laughs> ハートありがとうございますそうそう私にね私は押し変わってないので押しが押し変わってないので入った時から入る前からはい。 敵 <laughs> <laughs> またまた主人公が。<laughs> 別に DD が悪いことじゃないい。 とか悪いとかそういうことないしいいよねうん本当に悪いことじゃないししかも楽しいよね <laughs> 楽しいお塩を修行がいるって楽しいやっぱねおしあはいもうなんかなんて言えばいいかわかんないとにかく最高です <laughs> いや本当にそう推しの推しっていうものはね頑張ります <laughs> 本当になんてなんといえば研究生最高それな研究生最高 頑張りますって何、うん、なんかまああの皆さんにあの、うん、まあねあの私を応援してくださってる方にまあなんかあの <laughs> 最高の使命って思ってもらえるように頑張りますっていう意味意味です。 楽しだから握手会その子しか行かないかなんて聞かれたらそんなことないでしょまあそうだねいろんなさメンバーさ行きたいよねひなもめちゃくちゃいろんなメンバー行きたいもんでもメンバー側だと「ああ」とはなるけどでもそれを「行かないで」とは制限したくないしまだいろんなメンバー行った方が楽しいのは楽しいじゃん。 ウィンクちょうだい <laughs> ウィンク待ってほんとに今とってもすばらしい変な顔してたダメだダメだ練習 <laughs> え俺ひなたちゃんの剣しか取らないよほんとに嬉しいですありがとうありがとう なんかさ甘いの食べてるとめちゃくちゃさ水分取りたくなるよね。おせるありがとうございます嬉しい。隣のレーンにいても怒らないタイプではないかなちょっと本当にそれを見つけたら握手会来た時に怒っ,怒っちゃう怒っちゃうじゃないなああとはなるけどでもでもでもそれを「あなた絶対に行かないで」。 っていうのは違うよ、ね、違うというか違うなんていうのそれはもう楽しんだ方がいいんだからまあでもまあ嫉妬するっちゃ嫉妬する <laughs> ああとはなりますよほんとに見てるし そそうそうどこ行こうがその楽しんまあでも一番は楽しんでほしいしねえ <noise> 劇場で指さされた時心臓止まるかと思った <noise> <noise> 指劇場でそう、ね、なんかもし対馬に 最善にいた時に対馬がこっち見て指さしてくれたら最高だろうな <laughs> いやでもね本当にちょっと隣の園に並んでるの見たらいやとてつもなくすごく「んだぞ!」ってなるけどなるけどなるけどそれはねそう私がどうこう言うあれではないしまあねたあのそうだよねうん。 自分が思うよりメンバー見てる見てるとっても見てる本当に見てると思う。 ーも隣のレーンとこちら目それはない握手中はずもう来てくださってる方の目だけだけしか見れないですそれはね話してる途中に他ののン見るのはさすがにないですニヤニヤしてるとこも見られるの見ああニヤニヤしてるって思うめっちゃ見える ニニヤヤしかしてないそんなもんだよひなだってニヤニヤしちゃうもんニヤニヤしちゃうのが普通ですよむしろニヤニヤしてた方がね嬉しいですあなんかニヤニヤってやろうと思ってできないじゃないですかだからニヤニヤって多分何やろうと思ってやってないから作れないじゃんニヤニヤってだから本心なんですよきっとニヤニヤしてたら。 だからニヤニヤしてたらあ良よかったなって思うそう自然に出るものだからあニヤニヤしてくれてるってことはなんかなんていうの楽しいとか嬉しいって思ってくれてることだなって思いますふん <laughs> やばいねえ,ねえどうしようあといちごあ1個とマシュマロ1個お元気でしたか初めましてこんばんは初めましてこんばんは食べ過ぎ本当にそれですよ私は今日筋トレを結構長時間かけて私はやりましたやりますあれ こち目の前にいたらずっとニヤニヤしちゃいますそれはとても嬉しいニヤニヤがニヤニヤが一番一番じゃないけどニヤニヤが結構嬉しいです私はニヤニヤされるの嬉しいあ本当に思ってくれてるんだなって思うふふ レンから抜けるときいかにニヤニヤを隠せるかが勝負でも思いますなんかレーンで私とバイバイってしてからこう,こう荷物を取る方向に行くじゃないですかそっち側って後ろにファンの方がいるじゃないですかそれって自分がニヤニヤしてたらこっちじゃなくてこっちを見てるからこっちにこっちにいるファンの方に 見えますよねそれとってもなんかえなんかすごい <laughs> おもろい大体みんなニヤニヤしてるよめっちゃ見たいなんかこっちから見えないからあっち側からそのニヤニヤしてる顔を見たいよく見る <laughs> 壁によく激突します <laughs> でも本当にちょっと想像するだけで面白い私とバイバーイってしてからこう U ターンするじゃんその時どんな顔してるのかなってまあでも <laughs> ニヤニヤしてて荷物取り忘れたりするそれわかる結構さありますよね荷物取り忘れ <laughs> 面白っどっちをさ最後に食べようか迷うマシュマロかいちごか いやでもあんまり見,見栄えがよくないないちごを最後にするじゃあマシ,ュマ,ロマシュマロを食べます。 ちった瞬間、経った瞬間、引っかかって、描こうとしそうになる。それ、め、だ、よく見る、よく見る。ああ。ってなる。こっちも合わせる。ああ、大丈夫かって。まあ,あ。 団子ありがとうございます <laughs> 最後まで油断したらダメなんだな焦るこっちも ありがとうパーテーションって何パーテーションなんか柵みたいなやつねパーテーションにぶつかった時が一番恥ずかしいでもあるあるだよね結構さぶつかってる方よく見ますそれも合わせるああなんかもうああってなる大丈夫ですかってな ひっこちゃんとの握手は楽しいし嬉しいし幸せ嬉しいありがとう年齢以上にしっかりしてて驚いたほんと嬉しい嬉しい嬉しいお花ありがとうございますう <coughs> <coughs> 油玉金持つそうだねびっくり最近何してますか最近は筋トレを毎日するようにしてます よくぶつかる、ね、ぶつかってる方、たま、結構、結構。いますよね。<laughs> <laughs> いや、ひっこに置かれてばっかりな気がする。 ヒナって結構怒ってるかなそんな怒ってるかななんか最後 <laughs> みこちゃんにやれました懐かしいみこみこやひこ 終わっちゃうもうこれこれで体に砂糖を 200g 入れたことになります罪悪感がやばいでも美味しいので大丈夫 <laughs> 初握手いったらニヤニヤして終わりそうこっちもニヤニヤしちゃうんだよねニヤニヤ見ると。 あんまり怒られて記憶ないほうほううん糖分、うん、取りすぎほんとそれな砂糖 200g だよこれちょっとやばいよねやばいよね変なほんとにちょっとやばいなほんとにやばいなほんとにやばいね <laughs> やばい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 ,やばい とってもやばいよねめっちゃ食べてよね私なかなかの量そんなお肌綺麗じゃーんこんなところにニキビができてます隠してるだけで ここにもあるしここにもあるんです実はあんまり見えないのかなじゃんじゃーん。ふっ <laughs> き出物じゃないもんまだ17歳紹介しなくてもじゃン <laughs> なんでそんなに嬉しそうに見せるのまあでもねニキビ まあなんかニキビってて青春じゃんなんなの <laughs> ニキビができるってことは青春ってことだと思うので、まあ、ありがたくねありがたくネタにしましょうかと思いまして <laughs> 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 ニキビかわいい <laughs>。 ニキビしかもでっかいのよ青春のシンボルそうだよ私はまだ吹き出物じゃなくてニキビという名前の吹き出物じゃないんですよこれはニキビっていう10代までしか経験できない物体なので今のうちに楽しんどこうかなって <laughs> 結構大きいでしょ大きいのよでもここれよりこっちの方が痛くて <laughs> 寝不足、そう、寝不足。あと四分、じゃ、最後。最後。お猫可愛い,い。最後にあんください。 ほ本当にさそういうのさちょっとさわからないんだけどどうすればいいのかなあんってさ恥ずかしいよねでも自分私あん <laughs> ってさこここれだよねあんまり見栄えが良くないこうかな無理恥ずかしすぎる アイドルは必須それな分かるアイドルといえばさ <laughs> ああ <laughs> 無理無理そんな可愛いい声で目に刺さってますああ うん、うん、<laughs> 声が震えてる「<laughs> なん」とかさねえ <laughs> じゃあちょっと皆さん って言いながらカメラに向かってやってみ恥ずかしくてたまったもんじゃないやってみてやってみて <laughs> 絶対やだでしょなんかもうえ全然いける じゃんうん,なんそれはまあ一人だからだよね何だろう誰かに見られてると思ってあんしてみて恥ずかしくないなんかもう何かう、うん、誰も見てないしいけるよまあ確かにあと1分 今日も見てくれてありがとうございます。5000人ありがとうございます嬉しい。ありがとうございます。嬉しい。今日はいちご飴をリベン、フルーツ飴をリベンジしたら、なんと成功しましたいい音聞こえましたかパリパリ。パリパリと。今日はもうね、やりたかったこの、パリパリの音を聞かせること、聞かせていただきか、 聞いていただけることができてとても嬉しかったですありがとう嬉しいよかった成功してでも太るぞそれはそれは言わないよらない言わないでも美味しかったのでゼロカロリーですありがとう見に来てくださってバイバイありがとう明日はショールーム配信で5時半からよろしくお願いしますバイバイ おやすみなさい。ありがとう。バイバイ。ありがとね。おやすみ。バイバイ。ゲストもコメントもありがとう。